2020年7月12日、今日は埼玉県の東武動物公園に来ました。ちょっとね、日曜日なのでね、人は結構いますね。ただいつものよりはやっぱり少ないかな。日曜日とはちょっと思えないぐらいね。フラミンゴ、みんな今日は暑いです。もうね、日もいいし、とにかくね、あちこち雨だったでしょ。で、蒸す、すごく蒸します。蒸し蒸しすごい。フラミンゴ、すごい蒸すわ。暑くてダメだ。ここは埼玉県の東武動物公園来てます。ここにね、ちょっとね、遊園地がね、一緒に並んで、あとプールもね、入れるね。そう、ちょっとね、観覧車を乗ろうと思ったんだけど、あんまり暑くてね、乗った後にさ、逃げられなくなっちゃうでしょ。でね、ちょっと、ね、考えた。さっきね、リスナーさんがね、教えてくれた。なのでね、ちょっとフラミンゴがいっぱいいるところに来た。うん、フラミンゴもいいかなっていう感じ。ね、フラミンゴもね、暑そうよ、すごく。一生懸命水飲んでる、みんな水浴びしてるっていうか、なんちゅうか、暑いんじゃないね、やっぱり相当暑いんだよこれね。すごい、なんか羽ばたいこうとしてる、ね、大きく見せるのかな、自分をアピールするためにね。なんか面白いな、鳴き声だよね。面白い鳴き声で、みんなね、暑いせいか分かんないけど、すんごい水ばっか飲んでるよ。なんかさあ、ほら、あそこなんかすげえ大きく見せてるね。アピールしてんのかね、あれ、モテるように、モテたいですって言ってるのかね。ここはね、あのね、ホワイトタイガー見えるかな、見えるかな。ちょっと人が映っちゃうといけないんだけど、見えた、見えた、あそこ寝てる、ちょっと見えるかな。ちょっとね、人が映っちゃってるね。人が映っちゃうとね、これがそうなんだけど、見えるかな、ここに降りるの見える。寝てるね。珍しいんだよね、白いタイガーだね。それがなんか売りみたいよ、ここはね。猫科だね。ね。猫だね。こんな感じでいっぱいいるみたいなんだけど、日替わりなのかな、なんかね。あそこに寝てるでしょ。見えるかな、見えないかな。どうかな、見える。ごめん、見えなかった。少し見えるかな。トラはこれで終わりかな。ホワイトタイガーね、今回終わりにしようか。やれないよ。なんかね、ゾウさんもね、めちゃくちゃ暑くてね、水浴びしてる、ちょっとね、暑くてね、携帯も悲鳴上げてね、今ね、落ちそうです。いやいや、暑いわ、すごい。ほら、もうね、ゾウさんもね、暑そう。すごい近くに来てる。ほら、わー、暑くてね、水浴びしてる。カバさんですね、カバさん。暑い暑い暑い。カバさん、カバさん。鹿ですね、鹿。アクシス鹿。あそこ見えるかな、少し見える。ちょっと見てね、ちょっと見て見て。もうなんかね、暑くてね、みんなのんびりしちゃってる。いや、犬さんもちょっと暑いわ、もう喉カラカラ。危ないね、もうね。
羊さん、羊さんね、暑いわ今日は。暑いね、すごい暑い。もうかぶさってるね。あそこにもいる、うん、なんか綺麗だね、でもね、羊さんね、あんな狭いところに立ってんだよね。なんであんな狭いところに立ってんだろうね。あんな狭いところにいるよ。暑い、ね、ほらこんな狭いところもね、わざわざあんな狭いところにいるんだろうね。リスザル東武動物公園です。リスザル、なんちゃん、これ見たかった。なんちゃんって呼んで、ちゃんね、みなこちゃんだって、かわいいね。暑そうだね、やっぱりね、犬はね、暑いの弱いんだよね。うん、ただでさえね、毛がわき、2010年7月12日、東武動物公園のペンギンです。埼玉県です。埼玉県東武動物公園です。人は映っちゃうとまずいから。やっぱポニーね、今ね、いやあんまり暑くてダメだ。うん、すごい暑い。うん。今までこっち向いたんだけどね。お猿、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 お猿見えるかな？ほら、お猿さん、お猿さんです。猿山ね、うん、好き勝手にみんないるけど、でも縄張りとかあるんだろう ね。あの猿さんね、あそこにボス猿かな、あれ、ね、なんだろう、面白いね、なんかね、見てると飽きないね、これね。おお、すごい今、すごい面白がってるわ。うまいもんだね、あれ。すごいね。あ、ボスザルだ。あんな上行っちゃった、ほら。あ、すごいすごい。すごいすごい。これなんかね、ヘビ食いワシだって。ヘビを食うワシなのかな。ね。あとね、こっちにね、なんかね、フクロウだね、フクロウ。これ、ほら、ほらほら。ほら、いるでしょ、ね、あ、向こう向いちゃった。こっち向いて、こっち、ね、夜行性だからあれかな、ね、かわいいんだね。服が来るかな、うん、あ、来た来た、わー、超こっち見てる、すごい目、鋭い目だ、すごい、ね、すごい、見て、なんか首んとこポコポコしてる、あれ何、ね、水鳥だって、水鳥。ほら、すごい。いや、いいね、平和だね。すごい平和。あ、こっちもなんかいる。こっちもいるよ、なんか。アヒル。こっち白鳥かな。ね、スワンって感じ。うん、ほら、あっちも。ね、一見なんかボートに見えるよね、あんまり大きいから。すごい。黒いの。白いの。いっぱいいる。あ、のんびりしてていいね。あ、水いいね、水がね、なんかね、少し涼しいわ、水面だから。うん、いや、のんびりしてていいな、これね、この光景が。いや、いいわ。
ちょうどね、これはね、ラインに入ってるんだよね。3匹。3羽っていうのか。ね、ちょうどいい、アングルがね。なんか携帯がすごい熱持っちゃってね、ポコチ入れないわ、ダメだ、暑くてすぐね、熱持っちゃってフリーズしちゃうの、うん、それでいてね、この携帯の熱も全然逃げない、ダメだわ、これなんか冷えたね、ほらね、こんな近くに来た、この近くに来た、黒いの白いの黒いの、なんか乗馬やってるね、見えるかな、見えるかな、なんかこれね、乗馬クラブのね、馬さんが向こう向いてますさっきね、正面向いたんだけどね、反対側向いちゃってる、こっち向いてくんないかな、あ、こっち向いた、少しこっち向いた、こっち向いた、あ、こっち向いた、こっち向いた、あ、来た来た、こっち向いた、こっち向いた、こっち向いた、よかったよかった、おいしよしよしよし、こっちこっち向いた、こっち向いたよ、こっち向いてるよ、はい、よかったよかった、待っててよかった、こっち向いてくれてる、おい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 って、おい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 って、こっち向いてくれてる、まあ向こう向いちゃった、じゃあねバイバイかな、あ、また向いてくれた、また向いてくれたよ、お土産コーナーです。なんかいっぱいあるよ、ぬいぐるみが。すごく。なんかいっぱいある、ほら。